はい、お疲れ様です。よしろ PC です。前回見つけたこの氷海のすぐ隣の赤い村、砂漠の村が僕の拠点なので、そこに比べると異文化圏の村を見つけることができたので、よっしゃってことで、とりあえずここをですねしっかり守ってあげようということで柵でとりあえず囲みました。で、結構村が大きくて、こう見渡すとわかるんですが、あ、なんか村人一人行方不明、豚と一緒に戯れてるちょっと村人がいますね。あれ助けに行かないと。あと村人がですねちょっと増やしたいんですが、湧き潰しをしてからなのかなっていうことと、村に隣接したところにですね渓谷がありまして、そちらの方を少しこう攻略してからなのかなと。あ、あの村人大丈夫ああ無事に迷子にならずになんとか帰ってきましたね。ああ、よかったよかった。で、とりあえず今日はこの洞窟の方を攻めたいと思います。どのぐらい広いかわからないんですけど、とりあえず行ってみようかなっていう感じです。じゃあこっから降ります。はい、着陸。とりあえずどこから降りようかなって感じなんですけど、初めて来た時に見たここ一応水張ってるんで、とりあえずもう一気にここ降りちゃいましょうかね。じゃあここから降りちゃいます。でいっ、 OK、 降りました。じゃあまずちょっと湧き潰しですね。そんな、どういう傾向、なんか日の光がめっちゃ入るんで、あんま暗くないっすけど、さすがにこっからは暗いか。あ、クリーパーだ。なんか気持ちよさそうっすね。反対側も気になるんでちょっと見てみましょう。渓谷って結構洞窟とつながってるようなイメージあったんですけど、ここは全然ですね、なんか洞窟っぽい感じがしないですね。特にゾンビモンスターの声も聞こえないので、まあ警告は割と意外と思ったより安全だったかなと。そしたらですね、まだね洞窟があるんですよね、この村。結構えぐいところに洞窟があって、そこ、ここだ。よし、じゃあここ行きまーす。壁一枚で洞窟だったんですね。まあ、行ってみますか。あ、ちっちゃ。弓矢勝負倒しました。
石炭も現地調達ですね。結構広いなここ村のね、すぐ近くにこんな感じで、しかも村人がうろうろしてるっていうのはね、教会も近くにあるんで、ここは最終的にこうちゃんとね、本当に第2の拠点として使いたいので、わっ、あそこマグマか。よし、コウモリか危ない、サンマタか。じゃあこっちか。あ、あれ、クリーパー焦る、頭にクリーパー焦る。特攻。あ、金発見。うわ、深いな。こっちは、あ、こっちもこっちで深いな。やべ、広い、面白い。あ、行き止まりだ。よし、うわ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 、なんだこいつ、なんかあんま知らねえやつが来たぞ。うわ、ダイヤだ、ダイヤだ、こんなところでダイヤだ。ここはどうしようかな、もういっか、マグマだし。砂利怖いな、いらん。よし、金だ。弾もまあいっか。よし、鉄はもらって、よし、水持ってきてよかった。もうちょっと明るくしてからですね、ダイヤは。お、レッドストーンだ。何気にね、こっち来てからのレッドストーンは初めてなので嬉しいですね、これは。あ、まだ先あんのこれ。わ、エンダーマンだ。この部屋やだな、ここは埋めちゃいますか、嫌すぎるんで。よし、じゃあちょっと とっととこのダイヤをゲットしちゃいましょう。
水かけながらやるといいんだっけ。よっしゃよっしゃ、やったやった。でこっちも暗いな、まだ。もう石炭取りきれなくなってきちゃった。いらないもの、まあ、丸石はいらないわな。鉱石ザクザクですね。ここ、こんなに洞窟って取れましたっけ。金、ダイヤ、ラスピラズリ、レッドストーン、ダイヤ、全種類網羅した気がしますね。じゃあまず下から行きます。うわ、また金ゲット。しかも結構大量。ここちょっと嫌ですね。ふう、あとなんかもう一個ありましたよね、上の方に。ここももう、いよいよいっぱいになってきちゃった。なんかいらないもん。これで終わったかな。なんかここだけすぐ落とすんだ。まだどっかに穴があるのか。これこの砂利か、なんかちょっと怪しいな。声ばっかで全然出てこないですけど。あった、ここか。やっと見つけたよ。よし、じゃあまだ降りてみます。後ろすっげえな。じゃあ降りてみます。あー、つながった。なるほど、確かにここさっき黒曜石にした後、帰る時に一瞬無視しましたわ。まあこっちはいっかみたいな感じで、そこが最後空洞になったんですね。じゃあ今度こそもうこれで帰れるかな。いやー、大量でしたね、本当に。よし、やっと静かになったので、これで上に上がっていければもう OK でしょう。とりあえずなんか洞窟大まかに全部湧き潰し終わったかなっていう感じです。あとはこれで上に上がれるだけ上がっていけば。
ということで、ちょっとね、思ったよりでかかったですけど、なんとか帰ってくることができました。湧きつぶしにめちゃくちゃ時間かかりましたけど、渓谷は大したことなくて、洞窟がなかなか奥深かったですね。ということで、じゃあ今回は以上になります。洞窟の方湧きつぶし一旦完了いたしました。お疲れ様でした。